どうも皆さんこんにちは、ゴンです。今回紹介するのは海外 SNS で話題になってる、見たらゾッとする恐怖映像。とある監視カメラ映像から教会が舞台になった一本まで、怖いやつをたくさん持ってきたんで早速見ていきましょう。最初に紹介するのはとある監視カメラ映像。映像の舞台は誰もいない自動車修理店。どうやらそこでは数ヶ月前から時折怪現象が起こるようになったらしく、もしかしたらここには幽霊がいるんじゃ。投稿者はそう思い、店内にカメラを設置すると、ある日の夜そこに変なものが映り込んだらしく、黒いもやが入ってきて、それはオフィスをゆっくり歩いていきました。これはカメラ、もしくは映像のノイズ、そんな意見がありますが、もやは人の形をしているようにも見え、幽霊が店に入ってきた、中にはそう考える人もいました。監視カメラに映った正体不明の黒いもや、皆さんはどう思いますか？次に紹介するのはモニさんが投稿した一本。2023年の1月頃、投稿者は何かを発見したらしく、急いでカメラを回し始めていました。どうやら窓の向こうに何かいるみたいで、それを撮ろうとしてるんですが、窓の向こうにはこちらをじっと見ている赤い僧帽が浮かんでいました。周囲に光源はなく、外は暗いんで何がいるのか分からず、テールライトを見間違えてる、そんな意見がありますが、皆さんはどう思いますか？次に紹介するのはトレインさんが投稿した一本。今から数年前、トレインさんは友人となんとなくで動画を撮っていたんですが、それから数年が経った今、撮った映像を見返すタイミングがあり、改めて動画を見てみると、そこには変なものが映り込んでいたらしく、お気づきになったでしょうか。ドアの向こうから何か黒いものが現れていました。目や口は見えず、これを人間と言い切ることはできませんが、動き方を見るに部屋を覗き込んでるように思えて、動画には一体何が映り込んだんでしょうか。次に紹介するのは中国にあるスーパーマーケットが舞台の一本。今から約2週間前、河南省再現市に新しくスーパーマーケットがオープンしていたらしく、店内は賑わっており、その様子を監視カメラが撮ってるんですが、恐怖はいきなりやってきて、床が突然崩壊し、フロアに大きな穴ができて、撮影当時スーパーマーケットは開店してからわずか2日しか経っておらず、劣化が原因とは思いません。幸い大怪我をした人はいなかったみたいで、最悪の結果にはなっていませんが、
恐怖はどこにでもある、それを実感する一本でした。次に紹介するのはチリにある空港が舞台の一本。カメラに映ってるのは手荷物を運ぶベルトコンベア。そこには荷物しかないはずなんですが、なぜか一人の子供が入ってきて、子供はどんどん運ばれていくんですが、幸運にも中にいたスタッフが子供に気づき急いで救出。早期発見のおかげもあってか、子供に怪我はなく無事に両親の元に戻れたみたいで、子供から目を離すこと、その怖さが詰まった一本でした。次に紹介するのはとある教会が舞台の一本。好奇心からか、投稿者はある日イリノイ州にある教会にやってきていました。そこは葬儀場としても使われていたようで、ここには霊がいるんじゃないか、投稿者はそんな風に思い中を探検するんですが、突然機械が何かを検知したらしく、特に異変はないように思いますが、よく見ると部屋の奥に誰か立っていて、誰かは白い服を着ており、かなりはっきり映り込んでるんで、メンバーの一人が映り込んだ、そんな風にも思いますが、雰囲気が明らかに違っており、カメラが移動する際誰かの姿はなくなっているような、あれが幽霊という確証はないんで全ては想像の域を出ませんが、教会に現れた白い服を着た誰か、皆さんはどう思いますか？次に紹介するのはフォギーさんが投稿した一本。ある日の夜、彼は一人で散歩をしており、 SNS にでも投稿しようと思ったか、道中で動画を撮っていたんですが、そこに変なものが映り込んでいたらしく話題になっていました。注目してほしいのは画面奥の暗闇。そこをよく見ると何かいました。誰か人がいた可能性もありますが、何かはじっとこちらを見ており、手がやけに長いような、これはスキンウォーカー、そう考える人もいるんですが、果たしてその正体は一体。最後に紹介するのはフランさんが投稿した映像。彼はホラーに興味があるらしく、よく廃墟に行っているみたいで、それが原因になったか、ある日を境に家で変なことが起こるようになったらしく、もともと TikTok をやっていたんで、彼はその様子を記録し TikTok に公開していました。6月26日、バスルームから変な音が聞こえてきたようで、Empiezo a grabar porque estoy escuchando sonidos desde el baño muy raro y estoy solo en casa. Dentro del baño. ¿Cómo va a ser?
coño? 彼がバスルームに向かうも、中には誰もおらず、なぜかシャワーカーテンが落ちました。怪現象はこれ以降も起こっており、今度はアレクサがおかしくなって。アレクサ me da un susto de muerte。Cuya。Se acaba de conectar. ¡Qué susto! ¡Coño!会いたいから窓に来い。アレクサがそんなことを言うんですが、当時、アレクサには何も繋がっておらず、喋り始めた理由がわからないらしく。そしてこの3ヶ月後、声の主とおぼしき者が映り込んで。Escuche, acabo de empezar a escuchar a tocar desde esa puerta. ¿Están tocando desde ahí? ¿O es cosa mía? Míralo, míralo. ¿Hola?¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué coño es eso? ¿Qué cojones? Hay una luz aquí encendida también. ¿Eres loco?すりガラスに誰か映ってますが、ドアの向こうには誰もおらず、背丈を考えると誰かは子供のように見えますが、フランさん宅で起こる怪現象、全てはこの子供に関係してるんでしょうか。ということで今回もやってきました。おまけのコーナー。今回紹介するのは、まさかの結末を迎える映像。今回も予想できないやつを持ってきたんで、早速見ていきましょう。Any last words? None. どれも面白いんですが、個人的に気に入ってるのは最後の牛乳パック映像。便利知識かと思いきや、まさかの無意味知識。シュールさもありつつ、予想できない一本でした。ということで、今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあね。